こんにちは、ローと申します。いつも僕は弾いてみた動画を上げさせていただいてるんですけども、今回はちょっと、機材の紹介をさせていただきたいと思います。僕がツイッターで仲良くさせていただいておりますフェニックスカポーさんですね、っていう、メーカーさんございまして、そちらのメーカーさんから、ちょっと割り引いた形でいただいたこのワイヤレスシステムですね、こちらの方を、ちょっと今回は、開封してご紹介したいと思います。ちょっと裏の方を見てみますと、見えますかね、これは送信機と受信機と、USB 充電ケーブル、これが入っているようです。では早速開けてみますね。ちなみに僕は開けるときはカッターではなくてこの肥後の神を使います。肥後の神ってなんかこう刀みたいでかっこいいですよね。ホームセンターとかで売ってますので、もしよかったら探してみてください。はい、開けてみます。こんな感じですね。こんな感じで入ってました。で、あと、ポリッシュじゃないや、クロスがついてますね。で、あと嬉しいことにピックも入っています。それではちょっと試してみたいと思いますので、一旦ここでストップします。はい、今ちょうどですね、この受信機送信機、1個ずつこれ充電しなきゃいけないみたいなんですけども、今のところこれは、ギター側の方を充電しています。でこれ充電が終わったら多分何か色が変わるんでしょうね。楽しみに待ってみたいと思います。それで、ちょっと開封した時に嬉しいなと思ってたのがこれピックですね。このピック、ティアドロップ型のピックで硬さがミディアムでちょうどいいんですね。で、僕が普段使っているのはこのおにぎり型のピックですね。これの 0.8mm ですね。 0.8mm のものを使ってるんですけども、これを使う前は、このティアドロップ型使ってたんですね。で、これデザインもかなりかっこいいし、実際に結構聞きやすいかなっていうのがあります。ちょっとね腕前は別として、結構滑り止めなのかな、あんまりツルツルしてなくて少しだけちょっとザラザラしてる感じがちょうどいいです。で、ちょっとね今 Amazon で調べたんですけど、このピックがね発売してないんですよ、フェニックスさんで。ですんで、フェニックスさんすいません、このピック10枚セットとかで発売していただけると嬉しいです。あとですね、中僕が見つけられなかっただけかもしれないんですけども、もし売ってるよ、これ売ってるよっていうのを見つけた方がいらっしゃいましたら教えていただきたいですね。で、あとちょっと調べたんですけども、フェニックスさんの弦とか、あとはね、その他いろんなカポータスとですねとかを購入したらどうもこのピックついてくるみたいですね、 Amazon で見た。ですんで、これからちょっと弦をギター弦をフェニックスさんで買おうかなっていうふうにもちょっと思いました。このピックちょっとおすすめです。また後ほど、ワイヤレスシステムですね、この A8 ギターワイヤレスシステムです、こちらの方をご紹介させていただきたいと思います。
はい、それでは早速つないでみました。こちらのですね、ギターマークがついてる方を、ギターにつないで、もう一個はね、アンプのようなマークがあるんです。スピーカーのようなマークが。そちらが受信機になりますんで、そちらの方を受信側につないでいただくっていう形になりますね。で、もう接続がすごく簡単です。ペアリングするんですけど、ここのスイッチポンと押して、受信機側のスイッチを入れたらすぐ、簡単にできました。では、ちょっと弾いてみたいと思います。綺麗な音が出ますね。歪みにしても。はい、こんな感じで、ごめんなさい、どんなのを弾くかちょっと考えてなかったんで、雑な弾き方になりましたが、テレキャスターではこんな感じの音が出ます。で、まあテレキャスって割とね、こうやって接続しやすいんで、まあ大丈夫だったんですけど、実際ね、ストラトではどうなのかなっていうところを試してみたいと思います。なんか割とね、大きく感じるんで、ストラトのこのジャックに入るかなって思うんですけど、いかがでしょうか。あ、入りましたね。音も出ますね。はい、はい、こんな感じでですね、まあ音の良し悪しはちょっと僕の設定の問題です。ですんで、まあラグもないですし、まあ弾いてすぐ音が出るっていうところがあるんで、ケーブルで繋げるのとほぼ変わらないですね。あともうノイズもほとんどないので、すごく嬉しいです。いい、装置だなと、いいアイテムだなっていうふうに思いました。今度は僕この、弾いてみた動画を作るときに、このアイリグですね、これを iPhone につないで、録音するんですね。で、それができるかどうかっていうのを試してみたいと思います。はい、それではですね、次はこの僕が普段弾いてみた動画で使っているアイリグですね、これとこのギターをですね、ワイヤレスでつないで演奏してみたいと思います。普段ね、僕はこの弾いてみた動画を使うときは、このアイリグとガレージバンドっていうアプリを使って、で家庭用のスピーカーに音を飛ばして、それで演奏してるんですね。それでちょっとそれでできるかどうかっていうのを今からやってみたいと思います。ですね、スピーカーが遠いんで音が悪いかもしれないんですが、その辺はちょっとご容赦ください。ではやってみます。はい、こんな感じで、ちょっとね、音質が、まあ僕の設定が悪かった部分もあったんですけど、悪いものの、綺麗に弾けました。これ、僕のスピーカーとセッティングが悪いだけで、
設定次第ではいい音が出ると思います。でやはりラグも先ほどのねアンプで試した時と一緒でラグもないですし、非常にすごく楽しい、機械ですね。こちらですね、まあでもストロークにつけてちょっと若干大きいかなと思ったんですけど、こうして見るとそんなことないですね。すごく手軽で、お家で、遊べるギターですね。ライブとかライブハウスで使うときはどうなんでしょうね。僕ちょっと基本的に家でしか弾かないんで、どうなるかわからないんですけども、これは絶対おすすめです。お値段が、ちょっと忘れちゃったんですけど、また調べてみてください。本日は、フェニックスさんの A8 ギターワイヤレスシステムのご紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。ローでした。失礼します。そうだ、あと、もしよろしければ今現在ですね、チャンネル登録者数が99人でもう少しで100人いきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。